天水格闘技 TV 天水始まりました。天水森川です。鈴木です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日のテーマお願いいたします。ライジンフェザー級格付け。はい、というわけで格付けなんですよ。これはね、ランキングと格付けの2つをいつもやってるんですけど、ランキングじゃないですよ、今日は格付けです。格を俺らが勝手につけると。その通りですよ。なんてやつらなんですか。いや、格なんてそんなもんですよ。どんなもんですか。大衆が決めるもんなんですよ、格は。ああ、もう本当に客観的に見て、はい、この選手はこれぐらいの格だとされてるだろうなというところを、はい、我々がこう当てはめていくってことですね。そうですそうです。別にそこに深い意味も意図もないですか。何にもないですよ。何ですかそれ。大丈夫ですか。大丈夫です。はいはい。それね、別にもちろんね、我々なんかがかっこつけるのおこがましいなんて分かってますけども、うん、ね、これでなんかこうこの試合とこの試合組まれたら面白いねとか、そういうところを見るためのまあ表というか、はい、そういうものだと思って見ていただけると面白いかなと思うんで。そうですね、はい、フェザー級って人がたくさんいるんで、うん、この人ってどんぐらいの、ね、位置づけなのっていうのをパッと見分かりやすくするために、確かにやっぱりこう格闘技いろんな人に見てほしいじゃないですか、でパッとこう入りやすくするための、まあ、一つの手段としてね、確かにそこを整理するみたいな意味で、そういう意味です。はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。すでに出てますけど、まあ A B C D E F とつけております。で、まあもちろん A の方がいいんですけどね。で、まあ下からもう見ていきますと、もうすでに F はもう書いてます。はい。久保優太選手と怪物くんね。そうだね。もっとたくさんいるけどね。別にこの F っていうのは弱いっていう意味じゃなくて、このやっぱり層にしていくとこういう風になっていくし、ここにもっとたくさんいろんな人たちもいますし、この下もね、いっちゃえばたくさんいるっていう意味で、こういうライジンだとこういう感じになってますということですね。で、E からがですね、まあライジンフェザー級戦線に参戦しているような人という感じになってくると。そうだね。上位をこういつでも狙いますよっていうところの位置だよね。はいはい。まあ、カイル・アゴン選手に勝ったかどうかみたいなところがちょっとポイントになってくる。そうだね。フェザー級の門番カイル・アゴンね。門番がカイル・アゴン選手と言われてますから、まあもうこのカイル・アゴン選手を中心にした人たちっていうのがこの E クラスの人たちと。そうだね。結構ほとんど戦ったことあるかもしれないね。みんなね。はい。はい。では E と F の選手はね、まあこんな感じになってますので、はい、まあ今回はちょっと時間の関係で、まあ、残念ながら割愛させていただきまして、はい、まあ D からです。はい、上位陣の D からしっかりお伝えしていこうと思います。おー、いいですね。はい、D ランク、まず1人目、はい、真島選手です。お、来ました。マジ来ました。ここね、やっぱ芦田選手にこの前勝ったじゃないですか。マジ強かったね。強い。ちょっとびっくりしたな。まあ、ライジンで全然勝ててなかったって3連敗してたってところあって、正直どうなのってもう落ちちゃったのかなってところ言われてたけど、まあ負けてる選手がもう強いですから、クレベルと金原選手と斉藤選手、確かに、まあそこに負けてるだけですからね。実際実力はもっと高いのかもしれない、やっぱ強かったってところですね。やっぱり本当に強かったっていうところですね、真島選手。はい、はい、そしてそこで、もう一人次の選手は、ドミネーター選手。おお、 D になってくるかなと思います。山瀬ドミネーター聡ですね。そうなんです。はい、まあ惜しくもね、平本蓮選手には負けてしまいましたが、まあ、ギリギリ上位戦線には入ってるんじゃないか。そうだね、実力がものすごくある選手だからね、はい、しかも頭もいいしさ、そうですね、いつでもなんかこう上をまくってやろうみたいな意識も多分結構あるだろうしね。ライジンの番組によく呼ばれて、なんかこう司会進行みたいなのやってますよね最近。そうだね、最近ちょっとそういうキャラになってきてそっちのイメージが強くなってきたね頭良すぎちゃってはい、では次の選手いきましょう。はい、 D ランク最後の選手は平本蓮選手。おお、ここなのか。平本蓮、まあね、斉藤豊選手に勝ってればもうちょっと幻想を踏まえて、ね、上に行ってたかなって思うんですけど、まあここまでちょっと落ちちゃいました。そうか、一回ちょっとその幻想みたいなところっていうのはちゃんと暴かれて、お前ここだよって位置づけられたらやっと感じだね。そうだね、まあ、ドミネーター選手に勝ったじゃねえかっていう説もあるんですけど、まああの試合70キロ契約とかいろいろあったんで、まあ今ドミネーター選手と同格なのかなと。ああ、そこね、そこの問題も言われてたよね。そうですね。まあね、全然斉藤豊選手とほぼ拮抗してたから、まあ上でもいいかもしれないけど負けたっていうところと、まあそういう実績もね、結局まあ今負け越してるからね。そうなんだよ。そこはちょっとでかいかなって、重く受け止めなきゃいけないかなとは格闘技ファンとしてはちょっとあるかな。そうですね。はい。今まあ平本選手 D ランクなんでね、下から萩原恭平選手 E ランクの。突き上げてこようとしてますんで、そうだね、この2人の出会いっていうのがね、またどこかで見られるかもしれないなっていうのがやっぱ注目ポイントじゃないですか。そうだね、平本選手がまたもう1回ぐらい負けたりとかして、で萩原選手がもう1回ぐらい勝っちゃったりしたら、ありえるよね。全然ありえるよね。ありえるよ。うわそういうとこまでそんな出会い方はしてほしくないけど、そうだね、頂点でやってほしい。確かにそれが理想だよね。うん、はい、では D ランク以上になります。はい、じゃあ C ランクちょっといっていこう。はい、C ランク、まず中原良樹選手、お、来ました。ワン5位ですね。ワン5位というね、実績を携えてライジンに参戦してきましたけども、そうだね、ちょっと、うん、チッヒーにね鈴木チッヒーにちょっとバチコーン行かれましたけど行かれたところがあったので、まあちょっと実績的には申し分ないんですけども、うん、まあ格的にはここなのかなと。ああ、そうだね、はい、まあここからどんだけ実力を出してくれるかっていうところがかなりポイントかなとは思うんだけどね。思います。はい、はい、そして、C ランクもう一人はその中原選手に勝った鈴木千尋選手もここに入ってくると思います。出ました、クレイジーダイヤモンド、うん、クレイジーダイヤモンドね、今度クレベルと戦うって言ってるからね。そうなんですよ。いやだからすごいジャンプアップですよ。だから正直そうだよね、この A の上が S っていうところになってくるんだけど、まあそうだね、12段階ぐらい飛ばしての挑戦みたいな感じになってくるよね。格としてはね、実力はまあどうかわかんないけど、格としてはそんだけ下がるなっていうところよね。まあクレベルの相手がやっぱいいタイミングで相手がちょっといなかったっていうのもあるのかな。そうだね、なんかちょうどその平本蓮選手と朝倉未来みたいなところの周りがさ、こうわーってやってたところのなんかこう間を縫ってシュッていっちゃったみたいな。間を縫って、そうそうそう、そういう感じです。上手だったよねあれはね、はい、で C ランク最後の一人は、はい、堀江義則選手。お、堀江選手、まあ惜しくもキャラモフ選手には負けてしまって、で結構幻想あったじゃん、試合してない間。堀江選手、クレベルにも勝てんじゃねえかみたいな。そうだね、 USC にも行ってたし、うん、やっぱそういう実績みたいなところっていうのはずっと言われてはいたから、うん、でクレベルも結構嫌がってたからね、堀江選手っていう存在をね。でもね、なんかこの前のキャラモフ戦でちょっと幻想が崩れたなっていうところあって。そうだね、なんかあの戦い方を見ちゃうと、うん、あ、ちょっと堀江って持ってないのかなっていうふうなちょっと感じだったかなっていう。なんかね、ポテンシャルはすごいってね、みんな言ってるけどね、なんか試合でそれが発揮されてるところをあんまり見たことがないっていう、ね、そうなんだよね、そこがもったいない感じがするよね。はい、というところが C ランクの選手たちでした。はい、では次 B ランク。おお、結構上位に来ましたね。はい、 B ランク、まず1人目は金原正則選手。お、金さんここまで来ましたか。でしょう。もう私の大好きな金原選手なんですけども、キッドを倒した男、金原正則、やっぱりね、はい、格闘技がもう本当にもう大好きじゃないですか、うん、で40までやり続けて、うん、で今 B ランクってかっこよすぎませんか、ね。だってそうだよね、40歳でこのさ名だたる選手たち、しかもめちゃめちゃ層の厚いフェザー級の若者たちを抑えてここまで来てるっていうのはすごいよね。だって引退するって言っててさ、しばらく試合しないで、でバンタムからフェザーに上げて、でここまで来るってさもともとどういうことみたいな。どんだけ強かったのって、全盛期とかさ。本当そうだよね、裏番長とか言われてたけど、もう表番長になってきちゃってるね。普通に表の番長になってきたっていうちょっと、まあ、逆にフェザー級心配になりますけどね、このライジンフェザー級ってどうなのって。いや、まあだけどそのやっぱ熟練の強さみたいなところっていうのはちょっとなんか武道を感じるというか、年食っても別に弱くならないんだっていう、なんかその強さみたいなのは結構憧れるというか、いやすごいよね。全盛期と今だとどっちが上なんだろうね、金原選手ってね。まあなんか全盛期の方がそれはもちろん運動量とか多かった感じはするけど、だけど今の金原さんってめちゃめちゃ強いなと思うから、なんか俺は今の方がもしかしたら強いんじゃないかなと。まあそうかもしれません。いつもね、今が全盛期だみたいな感じなんじゃないかな。しかもあの視聴者インタビューのケラモフとやらせろっていうあの言葉はちょっとしびれたね。ね、だってみんなケラモフ避けてるから。そうだよね、誰も戦いたくないもんケラモフなんて。できれば避けて、ケラモフは避けてクレベルに行きたいとかさ、みんなそういうさちょっとやましい思いがあるのにかかわらず、もうケラモフとやらせろって、別に勝ってもさ、なんだ別に何の得もないじゃないですか。別にケラモフってなんか強いけど別に知名度低いみたいな、って考えていくと、ケラモフとやるってあの言い切ったあの金原さんは超かっこいいなと思いましたね。いや、あれはしびれましたね、本当に惚れ直したというか、金原さんみたいな格闘家がね増えてほしいなと思いますよ。そうですね、はい、ちょっとブレイキングダウンみたいなね、ちょっと人たちも増えてますけども、あれはちょっと違いますからね金原さんが本物の格闘家だと思っております。そうだね、はい、そう思います。はい、では B ランク次の選手は牛久潤太郎選手。お、うん、牛、まあちょっとね、ここかなと。チャンピオンだったけどね、そうだね、まあ負けがクレベルに負け、ミクルに負けということでランクがどんどん下がって、まあ、今 B ランクと。そうだね、まあ強い選手たちではあるけどね、全員ね、最初からだって、うん、ライジンデビューがタイトルマッチっていうさ、まあラッキーだったよね。ラッキーだし、うん、やっぱとんでもないところにから最初からやらされてっていうさ、普通ライジンに来たらさ、それ下からこうやらせてもらえるっていうのがまあ大体結構あったりするけど、それこそカイラーゴー選手とやって、ね、じゃあ次じゃあ誰かとやってみたいなさ流れになったりするはずなんだけど、なんかそこをすっ飛ばしてさ、ずっとこうトップ戦線で戦い続けてるっていうのはかっこいいという意味もあるし、うん、まあ結構苦しいよねって思う部分も正直あるかなっていう。そうですね、うん、まあ足立区のバカストイックマンと呼ばれてますけども、うん、まあそのストイックなところがその逆にいいところでもあり、うん、悪いところでもあると。まあこの前はそうなっちゃったかね、そっちにどっちかってそっちにこの前はなっちゃったかなっていう感じがするよね。それこそさ、試合前にコラボさせてもらって、はい、やっぱいろいろ話聞いたけど、うん、やっぱ取り組む姿勢とか、うん、その格闘技愛みたいなところっていうのはやっぱりフェザー級とかやっぱりその日本の格闘技の選手たちの中でも割ともう随一だと思うんで、はい、まあね、ここからああいう選手がやっぱ勝つところは俺は見たいかなという気持ちはすごくあります。そうですね、私としてはね、もう少しこうずる賢さっていうかね、ちょっとフェイントとかね、なんかこうもっと勝ちに徹するっていうか、なんかこう相手の裏をかくとかね、そういうところを身につけてほしいかなと思うんですよ。ああ、ちょっとブッチャみたいなね。そうです。ちょっとずるいやつ。ずるいやつ。自分の戦略をね、人に考えてもらってやってるっていうところ、いいんですけど、ね。そこを試合の中でそれを自分でも判断して変えていくとか。そうだね。そういうことをちょっとトライしてほしいなと思います。まあね、まあ、自分でも考えてるとは言ってたけどね、なんか今回に関してはね、ちょっとなんかいろんな部分がなんかパズルピースが少しずれてたかなって感じはちょっとしたよね。うん、そう、なんかその引き込みのせいでさ、いろいろと批判されてますけれど、ナンセンス問題ね。そうそうそう、まあ確かにな、そういうとこあるかなって気はするけどね、難しいとこだと思いますけど。はい、はい、では B ランク最後の一人は斉藤豊選手です。お、来ました。まあここはイマジンブレイカーじゃないですか。復活のイマジンブレイカーということでもう本当にね、幻想を破りますね。ね、ここで勝つなよってところで勝つんだよねいいじゃん、その幻想のままでみたいなそう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 、でもそこはちゃんと違いますよってちゃんとやってくれるのが斉藤隆選手だからね。そう、まず一番最初はミクルがね、チャンピオンになろうかという時に勝っちゃってミクルがチャンピオンでさ、丸く収まるじゃんっていうね、いろいろとね、なんかこうすっきりまとまるのにみたいなところを「へい!」ってやっちゃうのがもう斉藤隆っていう。かといって、そうしたら今度牛久選手には2連敗しちゃうし、そう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 、分かんないもんですよね。で今度平本蓮選手出てきたら、そこはちゃんとイマジンブレイクするっていうそうね、まあなんか我々みたいなもんはさ、割とそう朝倉未来選手とか平本蓮選手みたいな人がさ、こう勝って盛り上がってくれると、なんだこうシンプルに格闘技界盛り上がって、我々もさ割とさやったーってラッキーみたいな感じになるけどさ、やっぱそこをちゃんとさ斉藤隆選手がお前ら投手なんだっていう、そう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 ってこう抑える感じがやっぱまあいいなと思うよね。やっぱね、人気が加熱すればするほどこう斉藤の力もこう強くなっていって、人気あるものをこう打ち倒すみたいないや、さすがだよな。なんかこうそれこそ E がさ、カイローゴ選手が門番だったけどさ、この B クラスの門番というか、そうだね、こっから上には俺が行かせねえみたいなところはさ斉藤隆選手が担ってるよね。そういう位置づけかなと思います。はい、はいはい、では残り A クラスいってみましょう。はい、A クラス1人目はまずキャラモフ選手。お、やっぱね、斉藤選手に1回負けちゃいましたけど、そこからもう勝ち続けてね、勝ち方もえげつないし。そうだね、堀江さんがあんなに圧倒されるとは正直思ってなかったかな。なんかもう何もできなかったもんね。それ打撃でもグラウンドでも、どの場面でももうキャラモフが圧倒的に弱まったから、ちょっとこいつ化け物だなっていう。今ちょっと幻想がかなり膨らんでますね、キャラモフは。まあ幻想もそうだし、もともと実力のある選手ではあるから、なんかそこがなんかちょっとずつこう、なんつうの、ブクブク太ってきたみたいな感じだよね。なんかキャラモフ自身がなんかどんどん成長してってるみたいな。そう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 、なんかそんなイメージもあるかな。そうそう、ちょっとケラモフってすごく嫌な存在だけど、うん、だけどまあこのフェザー級においてすごく重要な位置の選手だなっていう感じはするよね。そしてもう一人はもちろん朝倉未来選手です。来ました、みっくん。やっぱみっくんです。朝倉未来選手はもうなんだろうな、やっぱり持ってるなっていう感じはしたよね、この前の試合見て。そうだね、牛久に負けてたらおしまいだったもんね。多分やめてたかもしれない、もしかしたらね、あの感じで見るとね。でもやっぱ勝つもんね、圧倒的に勝ったしね、しかも。そう、まあそうね、圧倒的、まあ最終的にこう見てみたら、振り返ってみたら圧倒的だったかなって気はするよね。まあジャッジ的にはそんな別にあれだったけど、うん、そう、まあやっぱ朝倉未来の強さみたいなところっていうのはまだあるし、うん、しかもなんかこう強くなってる感はめちゃめちゃあるんだよ今ね。そうだね、うん、ちょっとなんか最近の練習の仕方とか、うん、練習でのミットのちょっとインパクトの強さとか。うんうん、なんかあれは、うん、今までの朝倉未来選手では見たことなかったレベルだから、なんか打撃の殺傷力っていうかね、なんか破壊力がすんげえ増してる感じはしますよね。そうなんだよね。だから今まではそれこそスパーとか試合とかは強かったね、うん、対人でやっぱりこう当て感がすごいあったりとかして強かったっていうのはあるんだけど、うんうん、なんかこう今最近見ていくとミットの打ち方とか、うん、そういうのって正直俺あんまり上手じゃないなと思ってたの。なんかそれこそ別になんか中級者クラスのキックボクシングの選手とかの方が割と綺麗にパッパッパッ打ってたりとかするんだよ。だけどなんか朝倉未来選手そんなに上手くないなと思ってたんだけど、うん、最近のミット打ち見るともうちょっと異次元のレベルまで来てて、やっぱ天才なんだね。そんなにすぐ上手くなるもんなんだ。いや、まあもともと持ってたものが違うとは思うんだけど、うん、それがちゃんとさ、こう取り組み方を変えたことによって、うん、やっぱりそこをパッと一気にさ、うん、開花するというか、うんうん、なんかその感じがやっぱ朝倉未来選手すげえなって思ったね。だからまあここからだからそういう意味では実力とかそういうものがしっかり備わった、うん、今まではそれこそ当て感とかラッキー的な要素もなくはなかったと思うんだよね、はい、だけどそこがこう実力が伴った強さみたいな感じにまたなってきたって思うと、まあここからすごく楽しみにはなりましたよね。そうですね、うん、だからミックルシステムだけじゃなくてね、いろんなこう戦い方ができるような、選手としての幅も広まってるように感じますね。そうだね、はい、間違いないですね。はい、そして、チャンピオンはですね、まあ、クレベル小池選手と。そうですね、ここはもうね毎回揺るがないですね。いやクレベルは強い本当に。まあでも今度鈴木千尋選手と戦いますけどもね、うん、まあここで負けたところでなんかランキングがあんま変わんないような、このランクがね負けても変わんないぐらいなんかもう盤石な感じもしますけどね。ああ盤石さで言ったらそうかもね。なんか鈴木千尋選手は勢いの選手っていうイメージがまだ正直あるから、うん、まあたとえ負けたとしても2回目はちょっと分かんないよとかっていう気持ちは正直出ちゃうよね。出ちゃう、なんかこれでだってあれタイトルマッチなんだっけ、鈴木千尋選手。そうタイトルマッチで、そっか、これでタイトルがね鈴木千尋に移ったところで、うん、裏のチャンピオンはクレベルでしょってなって、うん、別にミクルも鈴木千尋選手と戦わないと思うんですよ。ああ、そうかでクレベルと戦ってとかって、みんなまあ結局クレベルを狙う。そうでクレベル勝ったやつが鈴木千尋みたいな感じになる可能性はあるよね。まあそれぐらいもう盤石の強さ、圧倒的なチャンピオンかなと思います。そうだね。はい、というわけで、まあここで一応出揃ったわけなんですけども、はい、ぶっちゃ的には今ここからのフェザー級先生注目してる選手とかっていますか？まあもちろん朝倉未来選手が一番注目なんですけど、うん、そういうとまあまた終わっちゃうんで、うん、私としてはね鈴木千尋選手。おー、来ました。実は注目してます。なんか鈴木千尋選手を注目してるってイメージは全然ないわ。ないでしょ。ない、うん、あんまりね好きなタイプじゃないんですよ鈴木千尋選手。正直ね好きじゃないんですよ。なんか確かになんかこうバカでこうがむしゃらみたいなタイプあんま好きじゃないもんね。そう、うん、でもなんかどんどん勝ってるし、クレベルにまでたどり着いてるし、うん、何みたいな。ちょっとそっか、データの中にないというか、自分のデータの中にないやつが、うん、こうバーッと勝ち上がってるみたいな感じ。そうなんかねちょっとイレギュラーな感じがするんで、ちょっとこいつに注目しとかないと、うん、なんか後でなんかすごいとんでもない事件が起きるんじゃないかと。すごい俺の予想を超えた出来事を起こすんじゃないかということで、少し今目をつけとかないとなと思ってます。面白いです。ブッチャのデータベースないというかさ、そうですね、なんかそういう選手がいきなり来てるからね、確かにそこは面白いかなと思います。はい、じゃあ天水森川の注目選手を教えてください。天水は、まあ、ここではちょっと紹介してなかったんですけど、横山武史選手、いいクラスに入ってますけども5戦無敗の柔術家なんですけど、まあ、伝統は空手とかっていうバックボーンがあったりとか、結構そういう意味ではなんか実力的にはめちゃめちゃあるのに、まあ、なかなかねこの MMA って世界に、まあ、全然足を踏み入れてなかった選手なんですけど、まあ、そこに MMA に来た途端に破竹の5連勝無敗っていう選手っていうところがこうちょっと面白いというか、なんかこう謎めいてるというか、なんかしかもクレベルと昔戦ってたりとか、柔術の世界とかでさ、なんかそういうちょっと面白い幻想をまとった選手みたいな。しかも山本空にまあ内容的にはほぼ何もさせないで勝ったみたいな、あの山本空選手をもってしても、やっぱそこまでのレベルなんだって思うと、ちょっとこれからすごい楽しみだなと。そうですね、なんかこう鈴木千尋選手みたいに台風の目になる可能性を秘めた選手ですね。そうなんだよね、結局今フェザー級戦線ってストライカーが多くて、やっぱりそのストライキング VS、クレベル小池みたいなこう構図になってるところに、また一人柔術家が入ってくるってなると、あ、どうなるんだろうなっていう。確かにまだちょっとキャラがわからないからね、ちょっともう少し勝っていってこうキャラの掘り下げができてきたりすると、また人気が出てくるかもしれない。そうなんだよね、それこそイマジンブレイカーになりかねない選手かなって気はするんで、まあちょっと注目してます。はい、はい、というわけで、ここまでご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。まあね、ちょっと我々の方でね、格付けっていうものをね、失礼ながらやらせてもらったんですけども、皆様の、このランクというか、ところはどう見てますでしょうか。そうですね。結構まあみんな、皆さんによって、見方によって、まあ、この選手は上だろうとか、この選手は下だろうとかって結構あると思うんで、まあ、これ別に強さじゃないんですよ。別に強いから上とか弱いから下とかじゃなくて、まあ、そういうふうに一般的に見られてる格で、これをもとに多分雷神さんも結構考えてるんじゃないかなっていう節があったり実はするんで。実はこの格付けって我々のコミュニティでね作ってるんですよ。そうだね。そう。そこでいろいろコミュニティでね、ディスコードっていうところがあって、そこでいろいろ格闘技の話の議論をね日々してるんですけども、はい、その中でランクを作りましょうということで、作り上げられたランクが本日のランクになっております。はい。なのでね、そういうちょっとコミュニティもぜひ皆さんも参加してもらいたいですし、まあ皆様のねこう思いとか気持ちみたいなところもコメントの方に書いていただけたら嬉しいなと思っております。お願いします。はい、この動画少しでも面白いなと思ったら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、あとコミュニティの方もね、ぜひ入ってみてください。はい、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイテン。バイテン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。